麻雀強い人って経営力もあったりするんですよ。あ、人口も渋滞学で勝てるようになった。人はなぜ他人から正しく理解されないのか。土井さんの横の席が空いているんですが、すごい空っぽ感がこれですね、もういつもオンタイムで来るですね、堀江さんが今日はですね渋滞に巻き込まれてしまいましてですね、番組冒頭遅れるという今状況なんですけれども、はい、今日のテーマにぴったりということで、まず渋滞学、一言で言うとどういう学問なんでしょうか。今回堀江さんもね遅刻されてますけど、はい、車の渋滞はもちろんなんですけど、はい、人の混雑とか、はい、あるいは物が届かないのも物の渋滞ですよね、はい、体の調子が悪いとも体のどっかに渋滞が起こってるとか、はいはい、もうあらゆる渋滞を人をくくりにして研究しようっていうのがこの渋滞学なんですね、はい、私もいろんな分野をやりたいと昔から思ってて、はい、じゃあ一緒くたに横串、渋滞というキーワードで横串通しちゃえと、はい、で勝手に始めたのがこれなんですね。今なんか単純な問題ってほとんどなくて難しい問題しか残ってないですよね。でそれを全部つなぐの何かというと、おそらくまあ一つが数学なんですね、はい、言葉というか言語は全部共通なので、だからそれをキーにしていろんなものをつなげていってで解決していこうと。例えば環境問題って言ってもいろんなのがあるじゃないですか。だから環境問題の専門家って実はいないんですよ、うん、もういろんな分野の人が集まっていかないといけない、はい、それの共通言語としての、まあ、役割があるかなっていう、ね、確かに。あと私の好きな数学者の言葉で、はい、数学を勉強すると世の中で読めない本がなくなりますっていう、もう全部の本が読めちゃうんですよ。でそうじゃないと数学を数式あった瞬間にバタって閉じますよね、うん、はい、でも数式全然アレルギーなければ、うん、世の中の全ての本が読める。確かに。じゃあ普通に、あ、堀江さんいらっしゃいました。堀江さんがいらっしゃいましたね。よろしくお願いします。高速道路のこれ自然渋滞ですね、これどうやって解消するのかということで西成先生の数式がございます、はい、これ数式で解決する高速道路の自然渋滞なんですが、これまずこれどういうことなんでしょうか。いきなりですか。いきなりまあ、だから渋滞の定義って皆さん知ってるかって問題なんですよ、はい、よく、まあ、今日は混んでたなとか今日は空いてたなって言いますけど、じゃあどれくらい車がいた時に渋滞って言いますかと、はい、例えば車の状態を写真見せて今これ渋滞ですか渋滞じゃないですかって誰が判定できるでしょうか、うん、でそこをまずきちっとやるところから始めないと、うん、渋滞の定義が必要です。渋滞の定義が必要なんです、はい、おっしゃる通り、はい、でそれをきちんとやるのがやっぱデータが必要で、うんうん、でデータから見るとこれがそのデータでなんですけど、これ簡単に言うとですね、1キロで今車なんで走ってるか、これ交通密度と言います。で1キロに今10台20台で、その時の縦軸は交通量、通過量って言うんですけど、そのどれだけ車が通過するかと。で通過量が多ければ別に渋滞してないと。渋滞しちゃうと当然詰まってあんまり車通れなくなりますよね。でそれがいつ起こるかっていうのをこれで分かるんですけど、結論から言うとですね、20台ぐらいまでちょっと伸びて、分かります、はい、右上がりで、うん、はい、こっち書いてもいいのかな、20台ぐらいまでこうなってた時に 1km あたりに20台だと流量はピークに、その通りです、その通りです、はい、20台ぐらいでピークに達すると。そうなんですね、はい、でそれを過ぎると今度は下がってるの分かります流量が、はい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 、ということはギリギリ25台1キロ、うん、1キロ25台が渋滞の始まりなんですよ。そうすると初めてこれで KPI ができるんですけど、うん、渋滞を解消しようというのは1キロ25台以下にすればいいんです。なるほどなるほど。23台とか22台とか、うん、だからなんとなく車減らそうじゃなくて1キロ25台からどう見ても流量がガタ落ちしてると、はい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 、10メートル25台ですから車間距離でいうと1000割る25だから40メートル。渋滞の話でその車間距離が何メートル以下になった時に渋滞ですよっていうことを聞いたことがあって、でもそれも結局この車間距離っていうことですよ、はい、1キロ25台イコール車間距離40メートルですよね、はい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 、だから運転してて車間距離40メートルで走らざるを得なくなってきたらそこから渋滞と言えばいいんですね。なるほどなるほど、はい、だから分かりやすいですよね。これ意外と車間距離40メートルって長いですね。そうなんです、おっしゃる通り。だからみんな詰めちゃうんですよ。詰めたり割り込んできたりするので40メートルだと。そうなんです。でそうすると割り込んだ人も含めて全員損するんです。なるほど。40空いてると入ってしまう、ね、入ってしまう。だからそこで入らない方が結局早く着くんですよ、うん、まあでもね、うん、
みんながそうしないとダメです。そうですよね。そうですよね。でも今のロジックをちゃんとみんなが理解して車線変更せずに 40m を、まあそんなことはないです。ないですよね。そうなんですよ。だからそれで何回言っても聞いてくれないので落ち込んでたんですけど、はい、自動運転時代が到来したんです、はい、その後。なるほど。でそうすると車にプログラムできるんですね。うん。まあ、そうなってくるとだんだん渋滞そうでしょうね。だから自動運転時代になったら渋滞って理論的に発生しないようにできますよね。そうですね。できるってことですね、うん、設計する、うん、そういうふうに設計できますよね、はい、実際のところそうですよね、はいはい、車線とかも数が増えたりとか流入とかってあるじゃないですか、はい、そういうのをどこに設計するかとかも結局計算されてから作られるんですか、ね、はい、ある程度そうですね。どれぐらいの交通量 でどこに作ったらいいかみたいなのは結構背後にはこういう数学がしっかりと交通工学の中であって見えてないんですけどね、それは、はい、うん、でも設計したところで渋滞はなくならないわけですね。おっしゃる通り鋭いご指摘、はい、そうなんです。でそれなぜかというとやっぱ設計のパラメータの甘さで、例えば首都高は作った時と当初の想定と今で交通量が100倍違うんです。そうするとそんなに、まあ、そうですよね、そんなに、ね、多くならないだろうという元でやったので100分の1にしたら渋滞なくなるんですよ、もちろん、はい、まあでも首都高はね、いやもうどうしようもないですけどいやでも僕はあれ解決する策はあると思うんですよ、はい、もう簡単な策でロードプライシングでいいんですよ本当は。そうですね。でそれをやらないですよね、民主主義のこれ限界だと思うんですけど。確かにね、首都高の値段上げるとブーブー文句言う人いるじゃないですか。そうです、まあ、相当上がってますけどね、それでもね。でもロードプライシングすれば、うん、ピーク時 の値段を倍とかに上げたら、まあ、誰も使わなくなりますよね。そう、一気に、ね、減りますし。そうそうそう、そうなんですよ。あとだからそのじゃあカンナナよりも内側に行くときはロードプライシングするって、ね、はい、全部みんな ETC 積んでるわけですから、うん、そうですね、簡単ですよね、うん、てかもう ETC を積んでない車は禁止にすりゃいいんですよ違法にすればいいんですよ、簡単な話ですよ。でまたそれも ETC を買えないどうのこうの、じゃあもう補助金出せばいいじゃんそれはETC が入ってない車は違法だけども、ETC を入れるんだったら補助金出すよと、うん、にすればいいんです。そうですね。だからロンドン市内でも同じような考えで、ロンドン市内の渋滞がひどいと、そうすると入ってくる車に対して課金しようと、やっぱり基本的に働かなきゃいけないんですね。そうすると行く人がじゃあ行けないでどうしようって言ったら今度は地下鉄がもう爆破するわけですね。だから同時にニーズも変えて、例えばそこで働かなくていいようにして、まあでも今リモートワークできますからね。そうなんですよね、うん、だから地下鉄もプライシング変えればいいんですよ。そうですね、ダイナミックプライシングすればいいんですよ、うん、いやだからそういうインフラを、だって ETC なんてみんな知らないけど、あれ時速150キロでも計測できるように作ってあるんです。超絶ハイスペックなんで、だから実際それ使われてるんですよ。一部でトラックとかのロードプライシング、ダイナミックプライシングに使われていて、うん、湾岸線を C1 とか、都心環状線とかを通るとトラックってめちゃくちゃ課金されるようにできていて、うん、だからお前らは湾岸線行きなさいと、うん、都心に入ってくるなと、うん、で都心に入ってくるとめちゃくちゃ課金されちゃうようにできてるんですよ。でそれはもう時速100キロ以上でちゃんと課金できるようにできてるんですよ、うん、だ首都高の出口とかで、例えばその首都高を短い、例えばランプ2つ分ぐらいしか行かなかったら料金割引く時に使われてますよね、うんうん、そうですね、うん、はい、出る時にお金を戻す仕組みとかも実はできてるんで、うん、そういう風に作られてるのにやらないのは行政の不作為いや難しくないですよ、もう政治が決断するだけですよ。簡単ですよ、ね、逆に簡単ですよそこはなかなかね、日本は進まないですね、うん、そうですそうです、はい、民主主義の意外性、民主主義がこの時代に合ってないってことですね。うん、他にはこれ身近な例でレジ待ちの渋滞はどういうメカニズムなのかというところなんですか。そうですね、これも簡単で、来る人と出る人がいますよね、レジ、お金払いに来る人と払い終わって出る人、このバランスなんですよ、うん、で来る人よりも出る人が少なければ差し引きそこに溜まるってことですね。でそれがどれぐらいの時にじゃあ何に並ぶかっていうのもちゃんと数式がありまして、じゃあどれだけその並びますかっていうのは実は 1-A 分の 1A という素晴らしい公式がありまして、はい、こういうものでじゃあ今スーパーの行列、あるいは料金所で何台並ぶかっていうのが大体設計で分かっちゃうんですね。いろんなことが実は設計できちゃう、その1-A分の A っていうのは、はい、これが並んでる人数というか何台そこに車がいるかっていうのを表す数式なんです、ね、数式なんです、はあはい、でこれが実際の設計に使われてるんです、はい、レジの設計とか数式が使われてるんです。そうです、そうです、はい、
なるほどなるほど。まあでも未来予測って難しいのにみんな未来予測をしますよね。あれなんでなんですかね。やっぱそうですね、何か指標がないとやっぱりこうね、予算を動かしたり何か物を作るのも動かないので、僕ずっと思ってるんですけど、未来予測ほどいい加減なものはないですよね。そうですね、僕もよく未来予測を求められるんですけど無理だって言いますもんパラメータ多すぎて、そうですね、変数多すぎて分からないよねっていう。だから確実に言えることっていうのはたまにあるんですけど、あ、はい、そこは逆に言うとみんな見ないんですよ。例えばですけど、ね、僕はあの第二次ベビーブームというか、あの段階ジュニアなんですね、世代的に言うと、だから人口って減るよねっていう、そもそも減るよねとかって思ってたし、例えばその僕の世代の同級生はみんな就職したんですけど、でも就職だとその人口ピラミッドを考えると、どう考えてもその段階の世代が上にいるよねと、そうですね、ポスト開かないよねと、ね、20年経っても給料大して上がんねえよっていう話を、それは人事の渋滞と私呼んでまして、ああなるほど渋滞してる、そうだから人事が渋滞するんで、そういうことになるから企業に就職するのは損だよねっていう話を僕言ってたんですけど、何言ってんだこいつっていう。確実に分かる未来予測は、ね、人口は特に分かりますもんね、確実にね、人口は、うんうん、そうですよね。だけどなんか間違った政策をしちゃうんですよね。例えば、うん、あの中国の一人っ子政策なんて、あ、そうですね、もうそれの典型ですよね。うん、やっぱり未来って予測も大事なんだけど、予測じゃなくてそれを言ってその通りに作っていくっていう意思の方が大事だっていう、ね、よく言いますけどね、さらにこれ微分方程式が未来予測に使えるということについて言いますか。これ未来予測、はい、はい、これ未来予測は今、未来予測を今先ほど僕否定してましたけど、否定してたんです。できる部分もあるというところで、これ数式で将来を予測するにはできるという数式なんですけど、これもちょっとご説明していただいてよろしいですか。これはですね、さっきから出てる通り基本的には神のみぞ知る世界なんですよ、はい、未来予測って。ただ何らかの指標がないといけないですよね。その時に今どうやってるかっていう意味で出してるんですけど、そうすると現状に対して本当の未来って分かんないですね。でも例えば1秒後って多分我々全員予測できますよね。みんな座ってますよこうやって、うん、2秒後も多分分かりますよね、うん、そういうふうに短くしていくと予測が可能なんですよ。なるほど。でその短いものをあの積み重ねていってだんだんずれてきますけど、短くして短くしてそれを積み重ねていくっていうのが微分の考え方で、ね、なるほどなるほど、確かにそうですね。そうすると1秒後は絶対当たるだろうと。この辺でもう分からなくなってる人はいっぱいいますね微分って言われて うわ微分微分微分みたいな。そうですよね、あの細かく分けるって意味なんですけど、微分っていうのはあれなんで、高校のなんか数学の先生とかってあんな教えるの下手なんでしょうね、そうなんです。なんでしょうね、今の説明だったらなんとなく乗れますもんね。私は小学校の低学年生、低学年に微分積分を教えた自信があるんですよ、はい、みんな分かったって言って、はい、簡単なんですよ考え方は。そう、考え方簡単なのに、そうそう、細かく分けるなんであんな難しく教えるんでしょうね。そうなんですね。なんかすごいさっきからずっとお話聞いてると、多分実世界と数学数式が結びついてるじゃないですか。だから その小さい子の生活に落とし込んでも説明できるんですけど、そうじゃないとなんか数学が分かってないから説明できないみたいな話になるのかな、うん、でもね、多分みんなあの現在が t っていう変数であの定義されてるじゃないですか。 t プラス dt ってなった瞬間にみんなうんってなっちゃうんですよ多分。あの dt が1だと思って、1秒後だと思っていただければ、2秒後も分かる、3秒後も分かると。これはどういう数式なのかっていうのをまさに僕は分からない僕としてちょっと質問なんですけれども面白い。でモテるやつはどんどんモテるとかっていうね、あのもう未来予測できるというところも、ね、あの合わせてご説明していただきたい。いやこれはですね、まあ、簡単な話で、例えば今が人気度がこれぐらいってあるじゃないですか。で1秒後の人気度がネットで見てるとバズってきて、じゃあ、フォロワー数が1000人が1100人になったとしますね。で2秒後1200人になったとするじゃないですか。そうすると多分誰でもそのまま行くんじゃないかって思うわけですよね、はい。でそうするとその倍倍倍でこう増えていくと、はい、でもしかしたら蓋を開けてみたら100、200が400、800って掛け算になって増えていくかもしれない。でそうするとさらに伸び方がすごいですね。これ多分ね、みんなあの僕が分からない人の気持ちを代弁すると、はい、D が分かんないと思います多分。あーこれですね、うん、みんなさらっと D って言うんだけど D って何でしょうかと思ってる人がいると思います。はい、はい、そう思ってます、お願いしますこれは単なる記号で、しかも小さいものを表すっていう決まりで作ったものなんです。そういうふうに書いておけば万国共通なので、別にああじゃなくてもいいんですね。
で1って書いてもいいんですよ、うんうん、例えばだから1秒後だったら1って書いてもいい、うん、そういうことです。分かりましたか。分かりました、ね、こうやって教え高校の時教えてもらってればね、僕も、ね、あの理解が深まったのかもしれないですけどね。気になりますよね。みんなね、そこで多分つまずいてると思いますよ。そうですね、数学分かんない人は、うん、でそうするとその倍々で進んでいく人と直線で進んでいく人とこうわっとこう伸びちゃう人で、その進み方が違う。それがあの左と右なんですけど、はい、あの右辺にこう U と U の2乗って書いてありますけど、この2になるってことがいわゆる急成長の条件なんですよ。未来予測でああいう2が出てきたらこれはとんでもないぞと。例えばパンデミックあれ2とかもっと 上なんですけど、例えば毎回毎回人に移すとしますよね。日本中が全員コロナになったとしたら、その前の日前日は半分しかコロナじゃないんですよ。2日前は4分の1しかコロナじゃないですけど、もう2日後に全員がコロナになる。こういう売買ゲームで進んでいくのが金融だったり、こういうあの世界征服系のなんですね。景気予測も数式で表せるということですね。あのこれも実は微分と同じ概念だと思ってくれると分かりやすいんですけど、ある瞬間、例えばそれは1年っていう単位でもいいんですね。今年と来年を比べましょうと。そうすると景気が上がったか下がったかっていうのは分かるじゃないですか、後で。そうすると例えば2年景気が上がったのが続いたら3年目どうなるかっていうのもこれまでのデータから見えてきますよね。そういう ある単位を決めるんですよ、微分と違って。その単位の中での変化を過去のやつを引きずって、それを将来どうなるかに使うっていうのがこのマルコフチェーンという考え方なんですけど、まあ、微分のもうちょっと大雑把版だと思ってくれればいいんですね。ただすごい難しいですよ、これ。大学院でやる概念ですけど、はい、この時にそのただ景気ってなった時って、景気ってその前年がこうだったから翌年はこうなりそうだっていう考え方もある一方で、去年は政治的にこういう影響があったとか、こういう売り上げがあったからっていういろんな要素があって、その年の結果が出て、また翌年は違うイベントがあって、その結果そうなるっていうものだから、なんかその必ずしもこう前か前かっていうのを引き継いでいく、こういうモデルっていうのがどれほどいいのかなって思って、ね、だからこれ多分合わないんですよ、これは。おっしゃるとすごい鋭くて、実際にはいろんな要素があるんですよね。その要素を入れないとダメです。でこれがベースにはなるんだけど、もっともっといろんな要素を入れることで合わせ込んでいくしかないですね。だから天気予報もそうなんですけど、こういうのを使ってさらに細かいファクターを入れていくと。ベースはやっぱり過去を引きずる、だけどそれだけじゃないっていうのも入れないといけない。こう引きずるのはやっぱりピンとこないですけどね、僕は。そうですね、いやでもこれ逆に言えば、そのマルコフのこれモデル当てはまるのはもっと期間が短いものとか、こ う、ね、より単純なものですね。少し前のものに影響を受けるものはすごくモデルとして当てはまるっていう。そうですね、だから くじとかそんなのもそうですね、くじ、うん、ってまあずっと前のくじと関係ないし、あと交通量も例えば2ヶ月前にこの車が通ったから今混んでるとかってありえないじゃないですか、うん、そうやって一回リセットがあってまた始まるっていうのは合いますね、これ、はい、理屈は分かったんですけど数式はやっぱ分からないですね、やっぱりね。これ何でも数式で解決できるのかということで、まあ、今あるこう大難問に挑戦ということで、あるコンテンツが出た時の視聴数とか人気ってすぐそのデイリーで見れるようになって、うん、なんかこのコンテンツはいけるねとか、もうダメだねってすごい分かると思うんですけど、うん、頭打ちが来ちゃったものってそれがなんか人気になることとかってあるのかなって。ですね、これヒットの方程式とかっていう研究もあるんですよ。要するにどういうふうにしたらヒットするかみたいな研究が結構あって、はいはいはい、でキーワードはさっきちょっと出てきたんだけど、掛け算なんですね、掛け算。で例えばその誰かが有名人が出てきたり面白い発言をしてボンと盛り上がるっていう瞬間ありますよね。で問題はそれに対して誰かが別の人がそれを受けてまた拡散するか、これ掛け算で聞いてきますね。一発じゃなくてもう一回あるか、この掛け算が入ると一気に実は上がるんですよ、うん、だ単発でわーっと消えちゃうんじゃなくて、じゃあそれを受けた誰かがリツイートしてまたリツイートしてとか、そうですね、ある一つの式にまた違う掛け算で加わってくる。なんか掛け算で入れるのが大事なんですよ、伸びる可能性があるってことです。そこで反則でなんかボーンってやるのは一発なんですね。それがこう相乗効果で掛け算になるっていうところが一番ポイントだと思いますね、数学的には。掛け算です、はい、戦争がどういうタイミングで終わるのかとか、ロシアは今後どういくのかっていうのをこれも数式で解けたりするんですか。これ私に聞きますか、はい、だからあくまでその国際情勢の立場じゃなくて数学的な見地からこれはできるのかっていうところをちょっと聞いてみたいなと、ね、モデル化はできると思いますよ、はい、
要するにあの意思決定の理論というのもあって、はい、そのある人がイエスというかノーというか、例えばボタンを押すと押さないとか、はい、行動に対して影響しうるものを全部買い出していくんですね、はい、うん、でどういうものが影響していくかって重みが分かると、あとはそれをさっきの微分方程式じゃないですけど、はい、いろんな方法で将来こうなるんじゃないか、で例えばこうやってみんなで会議するときに、はい、そのシステムを使うと会議する前からもう一人一人がどういう思想 でどういうふうに対して反論するか、あるいはこの人は他の意見をちゃんと受け止めるかみたいなのを入れるだけで会議しなくても結論が分かるっていうのもあって、だからある程度 その意思決定の理論はあるんですよ。でもそれがその完全情報といって情報が全部ある時はもちろんできますけど、実は知らない情報で何か裏であるとか、そういうのだらけじゃないですか国際問題って。そうなると難しいですよね。まあだから完全情報ゲームか不完全情報ゲームか、はい、だから将棋か麻雀かみたいな話ですよね。さすがその通りですね、はい、うん、だから国際情勢は多分不完全情報ゲームで麻雀やってるようなもんですよね。そうなんですよ、全部分かってないのでしょうがないですよね。でもまさにそうですよね、はい、将棋は強い人が勝ちますけどね。そうですよね、うん、はい、麻雀はね強い人がね短期的には負けたりしますから、ね、うん、そうですね、はい、はい、麻雀強い人って経営力もあったりするんですよ、ね、あーでしょうね、はい、臨機応変なところにパッていけるからってことですか。いやいや、もうだからまず一つは不完全情報ゲームであることを容認するっていう、まあ簡単に言うと、うん、負けても短期的に負けてもそれにイライラしない、そう気にしないです、うん、いや不完全情報ゲームでもやっぱり強い人が長期的には勝つんですよ、うん、麻雀とか見てても分かりますけど、うん、やっぱり何年っていう単位で見るとやっぱり強い人っていうのはすごい勝率が高くなる、ね、今あの将棋と麻雀の違いが話してたんですけど、これパチンコはどうなんですかね。パチンコも渋滞額で勝てるようになったりするもんなんですか。これはですね、うん、私もだいぶ投資しましたなかなか難しい、はい、これはあの、はい、だんだん勉強して分かったのが、はい、カオス理論ってしますカオス、カオス理論、はい、釘を見ていただくと釘の上からポトンとこう球が落ちてきた時に釘の右に行くか左に行くかちょうど真上に落ちるとですね、はい、どっちか五分五分ですよね。分かんないです本当にこれ。でこれはまさにカオス理論で、条件が分かっても将来どうなるか分からないっていう意味で、さっき予測不可能って始めましたけど全く同じなんですよ。三角形の頂点に物を落とすとどっち側に行くかこれ分かんないですよ。本当のこの微妙な揺らぎで決まっちゃう。でパチンコはそれの繰り返しじゃないですか。だから絶対にプロでも読めないですよこの軌道。相当なんか釘をうまく曲がらない。パチプロはなんで勝ってるんですか。これはですね、釘のやっぱり癖がちょっとあるみたいで、あとはその流れで釘があの8本あるのちょっと3本目がちょっと締まってるとかですね、ちょっとしたところがあるんですよ。つまり台を見分けるのがプロ。そうなんです。で微妙な台は手出さずに、もうここが来るなと、そういう台は釘を向かって上と横から見ると分かるので、それで、まあ、あのちゃんと朝1で行ってその台に座るっていう、やっぱ釘が大事ですね。すいません、あの学生で相当ギャンブルやってましたね。西谷先生はそれでパチンコの成果はどうだったんですか。ハワイ往復分ぐらい負けましたね、はい、学生時代。固有地で解ける予見できるビジネスの問題というのも、これ私一番大事だと思ってて、はい、あんまりビジネスマンで固有地っていうのを知ってる人いないと思うんですけど、はい、簡単に言うとあのさっき言った倍倍になるのか3倍になるのか、あるいは 1.2 倍になるのかとか、前に対して次が何倍になって成長していくかっていうのが固有値というんですね。でそうするとその値を知っておくと将来どうなるかが非常に分かりやすい。その固有値っていうのをまず計算するんですね。計算方法があるんですよ。でそれを計算してしまうと、それは風が吹いた時に元に戻るのかとか、あるいはこれがヒットした時にずっと行くのか、それとも止まっちゃうかとか、こうなんか物事の将来を抑える一番の肝になるのが固有値なんですよ。この概念って私すごい大事だと思ってて、これを流行らせたいんですよ、はい、でこの例として何回か紙を折ってみるとするっていうのはこれはどういうことですか。すごい面白いですね。これもね、あの昔某テレビ番組でですね、あの一緒にやったんですけど、新聞紙を1回折る2回折ると何回まず折れるかで、普通はもう硬くなっちゃって折れないんですけど、仮に100回折れたとしましょうと、そうするとどのぐらいの厚みになりますかってクイズなんですよ、うん、どのくらいだと思います。ちなみに100回新聞紙折れたとしたらどのくらいになるか。100メーターぐらいですか。だからそうなんです、普通そのぐらいのイメージですけど、答えは宇宙の半径なんですね。140億光年って言われる、つまりその固有値がこれ2っていう世界、倍々になるので2倍ですよね。
1回2回3回2の100乗だけ増えるとですね、1回2回 でそれを計算すると140億光年っていう答えが出まして、であのテレビでは何回折れるかって言って、あの某たけし軍団の方がですね折って、7回でもう折れなくなりましたみたいな番組になりましたけど、ちょっと感覚値で分からないですよね。小遊三がまあ全てをそのどういう曲線を描くかを決めるっていうのはすごい分かるんですけど、じゃあその小遊三ってどうやって分かるんだろうっていうのは結構気になるなって。でもその2っていう小遊三は分かりますよね、この場合は。もっと一般的な状況での計算方法もあるんですね。それを大学時代はみんな勉強するんですけど、はい、例えば何ですか、もう一個例を挙げるとするならば。例えば金融なんかまさにそうですよね。あの複利計算ってまさに小遊三で、今例えば金利がじゃあ 5% っていかないですけど、じゃあ金利 5% だったら何年後どうなりますかっていうのは、まさにその小遊三で言うとその 5% っていう 0.05 っていうなるわけですね。まあ、あの計算方法はちょっと、まあ、まあ複利計算とこうなりますね。そうそうそう、わーっと増えていくと、はい、なんか前のやつにさらに何倍していく何倍していくっていうのが積み重なっていくのが小遊三なんですよ。はい、複利計算はあんまり得意じゃないですよね、現代人は。そうなんです。みんなの単純に掛け算の発想なんだけど、複利って掛け算の上を言ってるんですね。掛け算というか。でも僕すごいなと思ったのは、江戸時代ってその数列がね、数学の先生が村を巡って寺子屋的なところでその庶民に教えてたんですよ。でその時に教えてたのが2科目、主に幾何学と数列なんですよ。役に立つからってことですね。そうで、その頃はみんな農民じゃないですか、はい、だから年貢を納めるじゃないですか、だから田んぼの面積を正確に測るの大事だから幾何学、ね、うん、あとその神殿開発がすごく江戸時代って盛んだったんですけど、神殿開発をするのにお金を借りるわけですよ。でその資金を貸してたのはもちろんそのいわゆる高利貸しみたいなあの人たちもいるんだけれども、両替商みたいな人たちもいるんだけれども、はい、やっぱ主に田舎で金を貸してたのはお寺なんですよね。だから寺銭っていうわけですから、でお寺からお金を借りて神殿開発をするわけですけど、その時に複利計算ができないといくら、ね、借りて返さなきゃいけないの。そう、でも明治時代になってあの工業化社会になっちゃったんで、違う科目の方が大事になっちゃったんですよね。なるほど。あ、確かに。だから微積分とか、そうです、多分そっちの方が重要になって、数列ってあんまりやらないですよね。そうですね、その延長線上というかね、あるんですけど微積分は、数列はやっぱり基本ですよ、はい、微積のあの元になってるものですからね。ああ、だからこういう、あの A っていうのがこういう値。そうですね、はい、はい、まあ、この場合1なんですけど、定義から1より大きければ、あの伸びるし、1より小さければなくなって消えてなくなると、これコミュニケーション論ですね。人はなぜ他人から正しく理解されないのか。私もあの非常に誤解されやすくてですね、出版をするとあのあいつはけしからみたいなのものすごく炎上するんですよ、はい、でそれに対して全然誤解じゃないよって、どうやったらそういうのを解消できるのかって悩んだ末にですね、生み出しました、はい、どういうパターンで相手は誤解してるかっていうのを全部分類すると5つしかないってことを証明しましてですね、まあ、簡単に言うとですね、自分が思ってることがメッセージとして使われますね。自分が思ってることをインテンション、愛と言います、はい、左側見てください。それ私が今喋ってますよね。で喋ってるのは本当に本心かどうか皆さん分かんないですよね。一応真面目に喋ってるんですけど、そのメッセージが M です。でそれを受けて皆さんが解釈して何か考えますよね。それがビュー、見解という意味で V なんですね。でそれが元私が言っていた愛と同じになるかどうか、はい、で V イコール愛は誤解してないんですけど、それが V と愛が違うのが誤解しているということなんですね、うん、とイコールの位置見ていただくと全部であのイコール3つなんで、自分の愛がそのままあの素直に言ってるのがイコールなんですね。でも裏を言う場合もありますよね、騙す、その場合はノットイコールなんですよ、うん、でその言ったし聞いた人も M 音に対してそのまま受け取る人とは、いやいやあいつが言ってるのは嘘だろうと思って受け取るとノットイコールになるんですよ。でそういうのを全部組み合わせ考えるとこれしかないっていうことがあって、でこれで整理すると、あ今どのパターンに陥ってるかと、はい、まあ、例えば一番最後見ていただくと、言ってることと解釈も全然バラバラになってると、まあ、いわゆる酔っ払いの会話、はい、まあ、そんな風にして整理するとあの会話もねちょっと自分の中で分類できて落ち着くなっていうこと で、ね、2はですね、はい、あのまず自分は素直に言ってんだけど、はい、相手がそのまま受け取ってくれないんですよ、はい、そうすると M と V が違うと、 そうですね、そうすると自分が本当に言ったことと相手が思ってることがずれちゃうというのが2ですね、はいはい、で3というのは自分は本当は嘘を言うんですよ。でそれを受け取ってしまう、真面目に相手は、うん、
だから詐欺師ですね、3がね。4は面白くて、自分が嘘を言うんだけど、それを聞いてる人は嘘なんじゃないかって相手の言ったら分かっちゃう。だから最後 V イコル I になっちゃう、はいはいはい、嘘を見抜いてる番、見抜いてるって4番ですね。でも数学的にこれしかないんですよ。で4は詐欺師型ってことですか。そうすると3が詐欺師で4は詐欺師なんだけどバレちゃった、バレちゃった相手にバレちゃった、はい、なるほど、はい、こんな風に整理するとちょっと落ち着くんじゃないかということで、はい、でこれが I と V が入れ替わりながら進んでいくのが会話なんですね。そういう風にちょっと誤解を数学的に考えたっていう、まあ、そんな感じですね。この定理、交渉では最初に会話を切り出した方が有利になるというのは何なんですか。はい、これをあのしばらく数式を半年間変形するとこれが導けたんですけど、例えばじゃあ値切るときに本当に自分が、買いたい値段、はい、あれ売りたい値段ってありますよね、その値切り交渉。その時に自分が買いたい値段と向こうは高く売りたい、自分は安く買いたい、どっち先にじゃあいくらでいいって言い始めると有利になるかっていうと、とにかく最初に切り出した方に最後引っ張られるっていうことが証明できたんですよ、はいはい、それなんでですか。簡単に言うと、お互いあの非常になんていうか相手も尊重する人だと自分のとの間を取りますね。例えば私3万円、いややっぱり堀江さんは9万円って言ったら、じゃあ間取って6万円とかって進んでいくじゃないですか、はい、間を取るっていう操作を見ると、最初にこうこうやってここに来るけど、こういうふうにやって最後にこれ聞くとこっちに来るみたいな形でちょっとずれてきちゃうんですよ、実は間の取り方が。なのでちょっと自分が最初にまずふっかけといて、それで相手がそれに対してそれを聞いて、じゃあこのくらいって言ってきますよね。で自分が最初にふっかけないと相手からもう引っ張られちゃうので、そっち側に最初に寄っちゃうんですね。なんとなくそんなイメージなんですよ。式を解いていくと不思議なことに切り出した方に寄るっていうのが分かってきて、これ知ってる方は使ってんじゃないかと思うんですよ。海外の物売りとか大体そうです、結局お互いがちゃんと相手をそれなりに リスペクトするというか、相手の言い分も聞いて自分も通したいという、その五分五分の時に成り立つ定理です。これちょっと知っておくといろいろ使えるんじゃないかと思います。なるほど、はい、いいこと聞いた、いいこと聞きましたそうですね、はい、使えると思います。なんかあれですよね、こういう実際になんか役立つことに数学が使えるってなるとみんなモチベーション上がりますよね。おっしゃるとおりですね。いやなんか僕もね今学校をねやってますんでね、通信制のねサポート校ってやってるんで、それもちょっと拡充していきたいなと思ってるんで、もうなかなか変わらないんでね世の中が。つまんないもんね、数学の先生で面白いと思ったの本当ずっといなくて、多分ね数学嫌いになってる人すごい多いと思うんですよ。残念ですね。僕も嫌いでしたもん。もうだってうちの中学校1年生の担任だったんですけど、木戸先生って言うんですけど言っちゃっていいんですか。あ、言っちゃう。もうだって僕テレなんか母校に OB 訪問みたいな番組があって、はい、九州のローカル番組なんですけど、それで母校に行きました。進路指導なんかいたんですよ、木戸先生いてで俺が数学嫌いになった授業をやってくれたんですよ。面白い当時の授業なんかオイラーの公式みたいなのあるじゃないですか。 はい、あれの証明から始まったんです。それは中1ですよ。大学でやる話に近いかもしれない。それの証明を黙々と書き始めて何やってんだこの人みたいなそれはまたでもやっぱ新学校独特のかまし授業なんですかね。それとまあ多分そうだと思うんですけど、そうですね、興味に寄せていかないと教育って意味ないと思うんですけど。そう、教育じゃないんですよ。マウントみたいな感じになっちゃったらそう、もうなんか一部の数学マニアみたいなやつしかついていけないっていう、ついてこれやつ、お前ら教育機関じゃねえのかっていうそっちは金払ってんだぞこの野郎先生の影響大きいですよね、やっぱね。大きいですね。数学は面白いんですけどね、本当はね。面白いと思いますよ、うん、はい。